アレクサンドリア近くに、一市、アメリカ合衆国初代大統領、ジョージ・ワシントンのプランテーションがあったところである。木製の邸宅は新古典主義、ジョージア朝建築様式であり、辞書は、ポトマック川の包みにある。1960年に、アメリカ合衆国国定歴史建造物に指定され、また、国家歴史登録財にも登録された。現在は、 マウントバーノン夫人協会による信託で所有され維持されている。リトルハンティングクリークの敷地の歴史はその邸宅とは別の歴史があった。1674年、ジョージ・ワシントンの祖父ジョン・ワシントンとニコラス・スペンサーが後にマウント・バーノンプランテーションとなる土地を所有することになった。ジョン・ワシントンが死んだ1677年、その子、 ローレンス・ワシントンが、父の持ち分を相続した。1690年、ニコラス・スペンサーの相続人と協議して、およそ5000エーカーの土地を正式に分割することになった。スペンサー家は、道具クリーク沿いの南側半分を取った。ワシントン家に残された辞書は、リトルハンティングクリーク沿いにあった。邸宅を、裏側から見るローレンス・ワシントンが1698年に、 死んだ時、その娘のミルドレッドが資産を相続した。1726年、ジョージ・ワシントンの父オーガスティンの妖精で、ミルドレッドは、ポトマック川に近い土地を、オーガスティンに売却した。1735年、オーガスティンはその若い家族と共にこの土地に引っ越して、来て、リトルハンティング・クリーク沿いの住居に入った。1738年、オーガスティンは、 イングランドのアップルビースクールに留学していた長子のローレンスを呼び戻し、リトルハンティングクリーク沿いのタバコを栽培するプランテーションを預け、自分は1739年末に以前住んでいたフレデリックスバーグの家に戻った。1739年、成人になったローレンスは、隣接するスペンサーの領地から道具クリーク沿いのグリストミルの周辺を手始めに少しずつ土地を、 購入していった1740年、ローレンスは、イギリス正規軍から誰もが欲しがるような士官の任務を与えられ、新しく作られたアメリカ連隊に所属して、カリブ海での戦争に行く準備をした。その準備の中には、ローレンスの父親が、スペンサーから購入した土地を法的に管理するように、しておくことも入っていた。 ローレンスが戦争に行っている間の1741年5月、父親への手紙で、もし生き残って帰れたら、フレデリックスバーグに所有する三区画の一つに家を建てて移り住むつもりだと伝えた。敷地の地図、ワシントンが書いた。この頃に、スペンサー家は、ローレンスの隣人に売った土地のことで、法廷闘争を行っていた。プリンス・ウィリアム軍の高等裁判所はこの土地の、 境界紛争を裁くために、ワシントン家とスペンサー家が特許を得た、土地5000エーカー全体を新たに測量するよう命じた。1741年に、軍測量士、ロバート・ブルックによって行われた測量で得られた、測量図では、1669年4月に行われた、測量の大きな誤りが判明し、1674年特許の5 0 0エーカーでは、なく、 4200エーカーしかないことになった。この測量の誤りは土地が3面を川やクリークに囲まれ、しかもどれもまっすぐには流れていないという事実によっていた。カルピーパ土地特許によれば1669年の最初の測量士は5000エーカーと見積もられた土地を任されており曲がりくねった道具クリークとリトルハンティングクリークの間の樹木に 沿ってまっすぐの線を引いて、後ろの境界としていた。さらに重要なことは、1741年5月に、ブルックによって行われた測量では、現在の邸宅が建っている場所は空き地だったことである。ワシントン家は、リトルハンティングクリーク沿いに、その住居を建てるように考えていた。ローレンスがフレデリックスバーグに住む考えでいることを、聞いた父のオーガスティンは、 ポトマック川を見下ろす、崖の上の空き地に質素な農家を建てることに取り掛かったと考えられる。ローレンスはジャマイカで、父の計画を知らされ、新しい家には、ローレンスの上官で、海軍少将,将のエドワード・バーノンにちなんで、マウント・バーノンと名付けたい旨を変身した。1742年8月早く、マウント・バーノンという地名は、 ローレンスの隣人ベルボワールのウィリアム・フェアファックスが書いた手紙に初めて現れている。ローレンスは1742年遅くに戦争から帰還し、1743年4月に死んだ父を葬り、フェアファックス家と婚姻を結んだ後の7月にマウント・バーノンの住居に入った。1740年代遅くまでローレンスは、 父が建ててくれた家の拡張を行った。収穫期の農作業者の間に立つワシントン。後方に邸宅が見える。1752年7月、ローレンスの早すぎる死に接したジョージ・ワシントンは、この頃すでにマウント・バーノンに住んで、プランテーションの経営をやっていたと考えられている。ローレンスの未亡人アンフェアファックスは、間もなく、リーケと再婚して移っていった。 1754年、アント・ローレンスの子供で唯一時に生き残っていた子供が死に、ワシントンは兄の資産の遺言執行人として、その12月にマウント・バーノンを賃貸しする手配をした。1758年、ワシントンは最初の大きな増築と改築を行った。二度目の拡張は、アメリカ独立戦争の開始直前であった。 これらの機械に母屋を最初の基礎の上に建て直し、その度に大きさを倍増させた。工事の大半は奴隷と職人の手でなされた。家を2回も建て直したワシントンが、そのイギリス愛国者的な家の名前を変えようとは、しなかったことは注目すべきことである。1761年、アンフェアファックスの死により、ワシントンは、 マウントバーノンの資産を合法的に相続した。1759年からアメリカ独立戦争に至る間、結出した農業専門家になることを目指していたワシントンは、この敷地を5つの農園に分けて運営した。農業を科学的に捉えることを目指し、労働力やその結果としての生産工を後半にまたきめ細かく記録した。 この時に成功した事業の一つが、上流種製造所の建設だった。国内最大とまではいかないもののウイスキーの上流では、かなり大きな製造所の一つに数えられた。ワシントンの墓所入り口ワシントンの墓所ワシントンは、独立戦争に参加した後、マウントバーノンに戻り、1785年から1786年にかけては、 敷地の景観の改善に多くを費やした。大統領となってその任期の間も、合計で434日をマウントバーノンで過ごしたと見積もられている。大統領を辞めた後は、建物を修理し、社交の場とし、また、庭園の手入れをした。ワシントン及びマーサ・ワシントンの以外は、他の家族と共に、敷地内の墓所に葬られている。 1936年の切手に描かれたマウントバーノン。人物はワシントンとナサニエルグリーンを1799年にワシントンが死んだ後、プランテーションの所有権は何人かの子孫に受け継がれたが、その資産を維持する意思や手段には欠けていた。ジョン・オーガスティン・ワシントンは5年間敷地の修復に努めた後、1848年に売りに出した。 バージニア州もアメリカ合衆国もこの家と敷地を購入することは辞退した。1860年、アンパメラカニンガムが指導するマウントバーノン夫人教会が邸宅とその周辺の土地を20万ドルで購入し、荒廃と放棄の状態から救った。南北戦争の間、付近では戦闘が続いたが、この敷地は両軍から中立地帯として扱われた。 マウントバーノンは1960年12月19日にアメリカ国定歴史建造物に指定され、また国定歴史的場所にも挙げられた。邸宅は教会によって修復され、当時の家具や装飾もそのままに今いでも観光客に人気のある場所となっている。その敷地は他にないような景色や付属する建物でも有名である。私は マウントバーノンの建物や庭園を見て、好奇心を満足させる分別があり、秩序を守る人については何も反対しない。ジョージ・ワシントン、ウォリアム・ピアスへの手紙マウントバーノンは、祝日やクリスマスでも開いており、年中無休である。訪問者は、邸宅や、その他の多くの建物、奴隷用宿舎、台所、馬や温室などを回ることができる。 4つの庭園を散策し、森の小道を歩き、ジョージ・ワシントンの足跡をたどる。4エーカーのパイオニアの応援には再建された16面の納屋がある。ワシントン夫妻が静かに眠る場所では、毎日リースをく儀式が行われ、スカウトが参加している。奴隷の記念碑や墓地も近くにある。ジョージ・ワシントンは、 休むことなく働いて、そのプランテーションを2000エーカーから8000エーカーまで広げ、邸宅は6寝室から21寝室まで増築した。マウントバーノン夫人協会がワシントン家からマウントバーノンを購入したのは1858年のことであり、1860年には一般に開放した。その時、以来、8000万人近い観光客が、 ワシントンの邸宅を訪れてきた。マウントバーノンは政府から独立しており、その500エーカーの敷地の維持や教育プログラムなどの活動にも税金は使われていない。ライトホースハリーとあだ名されたヘンリーリー三世から贈られ、1786年にワシントンが自ら植えた西洋土地の木は伐採を免れ、現在は入り口を覆っている。この木の枝は、 マウントバーノンの土産物店で8ドルで売られている。また発送もできる。ジョージ・ワシントンの生と死に捧げられた博物館も敷地内にある。ここには、ワシントンの測量用具、武器、衣類の他に最初に大統領になった頃の技師も保管されている。数少ない観光スポットの一つ再建された、ジョージ・ワシントンの蒸留酒製造所2007年3月30日。 マウントバーノンにワシントンの蒸留酒製造所が再建され公開された。この完全に機能を果たす複製品にはバージニア州政府から年間5000ガロンのウイスキーを製造する特別の許可が降りており、マウントバーノンの土産物店で販売されている。この蒸留所の建設には210万ドルが費やされ、ワシントンが最初に蒸留所を作った場所に位置していて、 ポトマック川に近い邸宅からも、至近距離にある。再建のための資金を手当てした、上流主委員会の公表担当である、フランク・コールマンは、この上流所が、国の上流博物館に相当するようになり、アメリカウィスキートレールの入り口ともなると述べた。2006年10月、1億1000万ドル基金キャンペーンに、続いて、2つの新しい建物が設計され、 ジョージ・ワシントンとアメリカ合衆国の独立の背景を展示する施設として開館した。フォード・オリエンテーション会館はマウント・バーノンを訪れた人に展示品と我々は自由のために戦うと題されたワシントンの生涯を紹介する18分間の映画を見せてくれる。ドナルド・ W ・レイノルズ博物館 教育会館では、ワシントンに関わる多くの工芸品を、マルチメディアディスプレイや、現代の娯楽用技術を使った映画などで見せてくれる。2007年11月7日、ジョージ・ W ・ブッシュ大統領は、フランス大統領、ニコラ・サルコジを、マウント・バーノンに招いた。これは、同じ日の早い時間に、 サルコジがアメリカ合衆国議会両院総会に出席して演説した後のことであり、マウントバーノンの邸宅前芝生に報道陣を集め、両首脳の会談の様子を簡単に報告した。ありがとうございます。